カポナータカポナータカポナータは、シチリア島及びナポリの伝統料理。シチリアのカポナータは揚げナスの甘酢煮である。カプナータ、またはカプナティーナとも呼ばれる。イタリア全土で有名な料理であり、スペインのカタルーニャからトライしたと考えられている。ナスを一度オリーブ油で揚げ、別鍋にオリーブ油で炒めた玉ねぎ、セロリ、トマト、オリーブ、 ケッパーと合わせて白ワインズで軽く煮込み、塩、砂糖で調味した後に、バジリコを散らして、常温で強する。仕上げにココアパウダーを加えることもあり、ゆで卵やカラスミ、マグロの卵、オイルサーディン、タコ、エビなど魚介類が入る場合もある。カポナータと似た夏野菜の炒めには、地中海地方各地でよく見られる。日本では、 南イタリアのチャンボッタと混同されることが多いが、野菜の種類が異なる場合があり、甘酸っぱい味付けにはしない点が異なる。また、フランスのラタトゥイユとも似ているが、こちらも普通は砂糖や酢を入れない。ナポリのカポナータは、水に浸して戻したカンパンとトマト、ニンニク、オレガのお塩とオリーブ油で和えたサラダ状の料理である。アクアサーレとも呼ばれる。カンパンは、 パネビスコッターと、または、フレゼレと呼ばれるものを用いる。バジリコやパセリ、玉ねぎ、オリーブ、ツナの油漬け、ケッパー、茹でたサヤインゲン、アンチョビ、ピーマンや唐辛子の油漬け、ナスの油漬け、キノコの酢漬けを入れることもある。ありがとうございます。